山脇君、平田君、思ってたより点がと予想より 0.05 ぐらい高かったんじゃないですか。あ、そうですか。満足してますね。さあ具志堅です。先ほど床は 9.50。 これは剣持さん何を言ってるんですか。私もはっきり聞いたことはないんですが、まあ、彼なりの呪文があるんでしょうね。あ、まあ、これは彼のやり方ですよね。それを自分自身に精神統一する方法でしょうね。まあ、今日はよく締まってますね。トップとの差をこの得意のあん馬で詰めたいところ。そうですね、今日は最高の演技じゃなかったんですか。昨日一昨日ですか、規定の日もかなりミスをしてましたんでね。 8.60 というね。そうです。まあ、あれがあるもんですから、昨日のあん馬も苦しみながらやってましたですね。私今日は元気ですね。終わった後何かこうよっしゃというような、はい、あの口元の動きでしたもんね。そうですね、今日は思い切って、勝とうというか勝つ気でいますね。久しぶりでしょう、彼があのこういう団体戦の中で、はい、2位になって最終戦を迎えるっていうのもね。そうですね、はい、もうずっとほとんどあの安定してトップで、ね、トップで、十分なあの点を持ってね、試合に臨んでるのがいつものパターンですからね。今回はましてオリンピックチャンピオンという、ね、プライドもありますからね。 9.60 です。これまで終わった中でこのあん馬で最も高い得点です。 9.60。 2年ぶりの4回目全日本制覇を目指しています具志堅浩司。明日具志堅選手のビデオテープをご覧いただきましょうか。あん馬です。 9.60 で逆転してトップに立った演技です。 9.60 の演技、両足旋回の後の抜きというんですけどもね、はい、その時の腰の切り返しは今日はいいんです。元来腰を引くような形でサークルを抜いてしまって失敗するのは彼の失敗のある意味でのパターンなんですよね。それが今日は旋回の折にそういう姿勢がありませんね。大体最初のウォーミングアップで、そういう前兆が見えるんですよね。それは今日はそういう感じがありませんでした。ですから、あ、今日はいい塩梅ができそうだなっていう感じは見受けられていましたね。こういう交差なんかも高くていいですよね。で、塩梅っていうのは両足旋回で構成されますんでね、はい、この片足の交差がいかに高く上がるかっていうところで一つのこのポイントがハッとこう見えるんですよね。大切な要素ですよね。ただ塩梅の上手い人っていうのは交差も綺麗ですよ。そうですね、足先までピシッと伸びましてね。具志堅浩司選手のあん馬の演技 9.60 の演技をご覧いただきました。まあ、この具志堅ですが結局オリンピックではね、はい、団体で結局アメリカ中国に次いで、3位に、まあ、落ちてしまったという言い方をしますが、はい、そのややこう苦しいところでチームリーダーのケモスさんもその頃は随分こう目が落ち込んでましたけれども、そのような表情でしたけれども、大会の5日目の個人総合で具志堅がね、はい、優勝した時にはやはりこう優勝の意味というのは非常にこう大きいものがあったんじゃないでしょうか。そうですね、団体3位というところがありましたんでね、これから日本はどうなるんだろうかという不安が、はい、あったと思うんです、はい、体操ファンの皆さんにもね、はい、そういう意味からしまして具志堅が優勝したところでやはり世界のチャンピオンは日本なんだというところが発表できて私本当に良かったと思いますし、うん、これから頑張ってくれるだろう若い選手たちにね、はい、一つの励みができましたね。そういう意味では本当に有意義な意義のある成果のある戦いだったと私は思います、ね。はい、この神戸のポートアイランドにありますワールド記念ホール、来年のユニバーシアードの体操とバレーボールの会場になります。10月の初め67億円余りの巨費をかけて出来上がったばかりの体育館です。天井の高さが30メートルもあります。これは日本一。そしてご覧いただいておりますように大きなフロアです。その天井は
ドーム型をしておりまして、地上でドーム型の屋根を作って、それをジャッキで持ち上げるという、まあ、世界初のパンタドーム工法という工法でできております。これです。30メートルの天井、高さは日本一、収容人員は約1万です。このフロア、室内陸上で言いますと1周160メートルのトラックが4コースも取れます。そして16台のスピーカーの誇っている音響装置と、そして電光スクリーンなどもありまして、その電光スクリーンには、まあ、来年のユニバーシアードのリハーサル大会という意味もありまして、場内アナウンスも英語があります。そしてこの電光掲示です。あ、先ほど行われた、これ具志堅ですかね。そうですね、選手 の V 再生が行われておりますが、立派な体育館ですね。そうですね、この、 スクリーンはいいですね。演技が終わって今はウォーミングアップ3分間のですね、はい、ウォーミングアップやってるんですが、その間にもお客さんが楽しく見れますね。はい、来年のユニバーシアードは来年8月24日から12日間シンボルマークもできております。そしてマスコットもできています。この会場でも電光表示の特典板の上に、ユニタンという国の天然記念物になっているタンチョウズルがモデルになっている、その日本を代表する鳥として選ばれました、そのタンチョウズルのタンと、それからユニバーシアードのユニを取りまして、ニックネームはユニタンと言われていますが、そうしたそのマスコットも特典表示板の上に置かれております。これです。なかなかユニークでいいですよね。